皆さんこんにちは。大会が終わりまして2週間で 18.5 キロリバウンドしました大林です。今回はですね、トレーニングのボリュームについてお話をしたいなと思います。毎日全部の部位をやるのはダメなんですかとご質問をいただきましたので、まあその回答と一緒にですね、どれぐらいのセット数ですね、目安にですね、トレーニングメニュー組んだらいいのかということをお話をしていきたいと思います。じゃあまずですね、毎日全身トレーニングしてもいいのかどうか。大丈夫です、全身トレーニングしてもらっていいんですけども、トレーニングをやりすぎないように注意をしないといけないので、現実的にですね、やりすぎないようなトレーニングで毎日全身週7回トレーニングするとなると、かなりですね、1回あたりのセット数が少なくなるんで、あんまりですね、トレーニングが楽しくないかもしれないです。そこは理解いただいた上で、まあしっかりですね、週あたりのセット数というのを考えた上でやるんであれば、毎日全身のトレーニングしていただいても全く問題はありません。でですね、じゃあセット数は各部位どれぐらい組んだらいいのかっていうことなんですけども、このセット数を考えるときに大事になってくるのがボリュームという考え方です。ボリュームっていうのは重量×上げた回数×セット数の数字になります。例えばスクワットで100キロを10回3セットやったとなると、100×10×3 で3000キロがボリュームになります。このボリュームという考え方をしっかりと頭に入れていただいた上で、トレーニングメニューを考えていく、セット数を考えていくというのが大事になっていきます。まあ目安としてどれぐらいのセット数でトレーニング組んでいけばいいのかというのをズバリお答えをしていくんですけども、まずですね、腕とハムストリング、ももの裏側の筋肉については1週間で6から15セットですね。それ以外の部位については1週間あたり8から20セットの間でセット数を組んでいっていただければなと思います。これは1回あたりのトレーニングではなくて1週間トータルでのセット数なので、そこは注意してください。間違えてですね、こう腕を週3回6セットずつやって18セットやっちゃったってなると、ちょっとやりすぎになってしまう可能性があるので、あくまでもこれは週あたりのセット数ということで覚えておいてください。まあ部位によって、まあ、おすすめのセット数が違うんですけども、腕ハムストリングがちょっと少ない、これはなぜかと言いますと、腕の筋肉っていうのは実はですね、上半身のコンパウンド種目、例えばベンチプレスですとか懸垂ですとか、そういったコンパウンド種目で結構ですね使うんですね。なのでそれにプラスして腕のトレーニングをするとなると、他の部位と同じようなセット数やってしまうと、こうちょっとやりすぎになる危険性が高くなってしまうので、ちょっと少なめにしましょうと。ハムストリングに関してもスクワットですとかレッグプレスといった下半身のコンパウンド種目で結構使われるので、セット数は少なめにしましょうというところですね。その代わりハムストリングのトレーニングもしっかりやるようにしてください。スクワットやったからハムストリングやらなくていいとかですね、レッグプレスで結構使うからやらなくてもいい、そういうわけではないので、しっかりハムストリングのトレーニングも入れるようにしていていただければなと思います。先ほど私がご説明したセット数、かなり幅があります。腕ハムストリングは6から15セット、それ以外の部位は8から20セット、かなり幅を持たせてあるんですけども、これはなぜかと言いますと、当然ですね、やっぱり個人差というものがあるんですね。全くトレーニングやったことがない人と、ある程度トレーニング経験がある人で、セット数どっちがたくさんできるかって言ったら、やっぱり経験者の方が、できるに決まってるわけですよね。それにプラスしてですね、どういう種目をやっていくかっていうのも、かなりこのセット数を決めるのに関わってきまして、より重量を扱えるコンパウンド種目がたくさん入れば入るほど、関節にかかってくる負担も増えてきてしまうので、怪我のリスクがどうしてもですね増えてしまうんですね。なのでその分こうセット数を減らしてあげる必要があります。逆に例えばレッグエクステンションとかですね、ケーブルを使ったプッシュダウンとかですね、そういったこうアイソレーション種目と呼ばれるものは、重量はこうコンパウンド種目に比べて扱えないんですけども、関節への負担が軽いので、その分セット数を増やしてボリュームを確保しましょうということで、アイソレーション種目が多めに入ってくれば来るほど、セット数は増やしても大丈夫ということがあるので、種目に応じて、あとはその個人の経験とか体力に応じて調整をしていただきたいということで、だいぶ幅を持たせて設定をしてあります。なのでです
ですね、最初は一番少ないセット数からスタートしていただいて、様子を見てやっていくのがいいんではないかなと思います。でこのトレーニングなんですけども、好きでねやってる方なんかは特にですね、やればやっただけ筋肉つくだろうっていう風に考えがちなんですけども、トレーニングをした後はしっかり次のトレーニングまでに筋肉を回復させる、このサイクルがきちんとできていないと筋肉ってなかなかついていってくれないので、やればやっただけ筋肉がつく、セット数をね増やせば増やしただけ筋肉がつくかというと、そんなことは全くないんですね。やっぱりある一定のラインを超えてしまうと、いくらやってもこう筋肥大効果が上がらなくなる、むしろですねこう筋肉のダメージが大きすぎて回復が追いつかずにマイナスになってしまうっていうこともありますので、どうしてもね楽しくてたくさんやってしまいたくなる気持ちはわかるんですけども、そこはねぐっとこらえて、まあ少なめのセット数ボリュームから様子を見るようにやっていただければなと思います。そしてですね、トレーニングの回数、週何回ですね各部位トレーニングしたらいいかっていうことなんですけども、私がおすすめするのは週に2回から3回各部位トレーニングするようにメニューを組んでいただくことですね。雑誌とか YouTube なんかで見るトップのボディービルダーとか、まあ YouTuber さんのトレーニングを見てると、1日1部位か2部位で各部位週に1回やるっていうトレーニングメニューが非常に多いです。もちろんそれでも結果は出るんですけども、本当にもうトップの人たち、超上級者のトレーニングメニューをそのまま真似をしてですね、我々のようなトップではない人間が同じような成果を出せるかというと、必ずしもそうではないです。むしろですね、ダメージが大きすぎて怪我をしてしまったりとか、そういうリスクも高くなってしまったりすることもあるので、できればですね週2回か3回に、各部位分けてですね、頻度高めにして、トレーニングをしていただくのを私はおすすめをしています。その理由2つありまして、筋肉を大きくしていくために大事な要素というのが、ボリュームを徐々に増やしていくということなんですね。これはセット数を増やすのももちろんなんですけども、それ以上にトレーニングで使う重量を増やしていく、重りを重くしていくっていうことが非常に大事になってきます。1日で一度のトレーニングでドーンとやるよりも、2回か3回に分けてやった方が重量を伸ばしやすいんですね。まあ、例えばですね、3セット3種目やるとしましょう。1日で例えばベンチプレス、チェストプレス、ダンベルフライと3種目ですねやると、1種目目のベンチプレスで結構疲れてしまうんで、2種目目3種目目チェストプレス、ダンベルフライ、疲れてしまってる分扱える重量って少なくなってしまうんですね。そうなるとやっぱりもったいないですよね。それだったら例えば月曜日にベンチプレスやったらですね、1日休んで水曜日に今度はチェストプレスをやる。でまあ1日休んでるんで、月曜日に2種目目にやるよりも重たい重量が持ちやすくなる。またですね、木曜日休んで金曜日にダンベルフライをやると、一度にですね全部の種目をやってしまうよりも分けていった方がより高重量を扱いやすくなる、まあその結果ボリュームを稼ぎやすくなるので、より高頻度でトレーニングをしていただいた方が成果はね出やすいんではないかなと私は思ってます。これはですね、科学的な根拠がまああるかと言われればちょっと微妙なところではあるんですが、一応ですねトレーニングそれ自体が筋肥大を促進する効果があるんですけれども、その効果ってだいたい48時間から72時間しか続かないと言われています。なので週に1回だけトレーニングしたら、まあ、72時間までしか筋肥大効果が持続しないのに、その後トレーニングしなかったらもったいないじゃないですか。それだったら週に2回か3回やって筋肥大効果が切れたタイミングでもう1回トレーニングをして筋肥大効果を出してあげるっていう考え方でやった方が成果が出やすいっていう考え方も実はあります。ただですね、これは本当に高頻度でやった方が筋肥大効果が高まるかというとそうではなくて、週あたりのボリュームが一緒なのであれば、週に1回だろうが2回3回高頻度であろうが筋肥大効果は変わらないっていうふうに言われてます。今はその考え方がメジャーなところなんですけども、週にね1回しかこうトレーニングできないから筋肉つかないのかっていうと、そういうことでは全くないので、まあ自分のこうできる範囲でボリュームをしっかりね重量を伸ばしていけるようなトレーニングメニューを組んでいただければなと思います。それでは今回はですね、どれぐらいのセット数で設定してトレーニングをしたらいいのかということについてお話をさせていただきました。また別の動画でですね、具体的にどういうトレーニングの組み方をしたらいいのかっていう、まあねサンプルメニューみたいなものをこう説明させていただければなと思ってますので、まあそちらも参考にしながらですね、ご自身のトレーニングメニューちょっと考えていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。